そう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 。俺の指見ててね。手見えてる？あ、見える？次なんやっけ？赤オレンジ黄緑やね。次なんやっけ？水色か。多分。あ、どうか。これ見ればいいよね。ごめん、ごめんなさい。ここにあったわ。って何やってんの？俺は あったわよ。わかりやすいのがあった。これ赤、オレンジ、黄色、黄緑。やっぱ水色ですね。水色、青、最後は紫だ。なんかこんなゴブっと形になってくる。ごめんね、これ手首にも開くんだけど、こんな感じになるのよ。わかる？何が言いたいかっていうと、なんでミューズに惹かれたかっていうと、ラルクの虹がミューズのイメージカラーになってる。だからこんなわけわからんけど、光る？ちょっと切れてんね。で、消しましょう。ちょっと待って、電池を買わない。おお、光ったね。オレンジ、緑。あ、ちょっと青、ちょっと薄い。赤、緑。ちょっとあれです。あ、ちょっとあれ、電池買いに行こうかな、マジでね。まあ何が言いたいかっていうと、まあアニメもそうなんだけど、ラルクの虹の7色が このメンバーのイメージカラーが、よくわからんけど、ラルク・アンシェールの色が入ってたからなんです、今思うと。だからもう声優さん、そんなに俺、女の子って、でも なんかミューズが終わるって時にマジガチ泣きしたのが、マジやて、ほんまに。あれ、どこやったっけ、これ。俺マジでね、最後のライブ行けへんかったから、わかります？こんな感じでミューズの各メンバーへとワードで文章書きました。こんな感じで見えますけ、ミューズの各メンバーへこんな感じで読んでくれるかわかんないけど、最後ライブ行けへんかったからね、マジで。なんかね、会いたいよね、本当に。会えるんやったらこの9人に会いたいです。一番会いたいものはこの9人かもしれない。で、ラルク・アンシェールですって、入ってますって。あ、ちょっともう一回カットします。